写真拡大、阪神 6-3、 中日29日、甲子園阪神は29日、本拠地中日戦に6-3で快勝。怒涛の5連勝で逆転でのクライマックスシリーズ CS 進出に王手をかけた。5回に代打陽川の先制弾で均衡を破ると、6回には3点を追加。さらに7回には大山がダメ押しのツーランを放った。負けたら終戦という状況の中で白星を重ね続けてきた阪神、30日の中日戦にも勝てば広島を抜いて3位に浮上し、逆転での CS 進出が決まる。両チーム無得点で迎えた5回、西走者なしで3番手ガルシアの代打として打席に立った陽川が中日柳の136キロ直球を捉え、左翼スタンドに運んだ。値千金の3号先制ソロ、阪神が先手を取った。6回には石満塁の好機を作り、柳をマウンドから引きずり下ろすと、高山が2番手福からセンター前に運ぶタイムリー。2点を追加した。さらに梅野も3番手三つ間からセンター前に落とす敵地打を放ち、リードを4点に広げた。そして7回は維持一塁で大山がバックスクリーン左への14号ツーラン、6-0として試合を決めた。投手陣は現役最終登板となったメッセンジャーが先頭大島を空振り三振に仕留めた後、高橋遥、ガルシア、岩崎、ドリス、ジョンソンと細かくつなぎ、9回は守護神藤川が3点を失ったものの勝利。この日もチーム一体で勝利をつかんだ。負けが許されない状況から5連勝。3位の広島が最終戦の27日中日戦に敗れたため、阪神が30日の中日戦も勝って6連勝とすれば3位に浮上して CS ファーストステージへの進出が決まる。レギュラーシーズン最終戦は青柳が先発する予定だ。中日は先発柳が踏ん張りきれず、6回途中4失点で7敗目11勝。打線も阪神投手陣に抑え込まれ、1試合を残して5位が確定した。7回の守備からはドラ1ネオがプロデビュー。先頭打者のユーゴロをさばくなど守備は無難にこなしたが、プロ初打席は阪神ジョンソンの前に3球三振に倒れた。フルカウント編集。